皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、福岡の方のお家がある程度、まあ、ほぼほぼ完成かな荷物も家具も全部入ってきて、部屋のインテリアっていうんですかが完成したので、まあ、ちらっと紹介していこうと思います。まあ、車椅子にとってもあと全然普通に一人暮らしの人とか、その生活にするにあたってこれ良かったよってものとかもいろいろあるんですけど、ちょっとこの一本に収まるかどうかわからないので、もし長くなったらまた別の動画でおすすめ商品っていう感じで説明していこうかなと思いますが、まあ、まずはお部屋のご紹介をしていこうと思います。すっからかんの状態は前の動画に、前配信した動画があるので、そちらを見て大きさこんな感じがこう変わるんだよっていうのがちょっと分かってもらえたらなと思います。ということで、まずここがですね、リビングになるんですけども、こんな感じですね。こういう感じで、では行きますか。お部屋紹介、じゃじゃーん。後ろに窓があるんですが、窓からこう前面を見た感じがこんな感じですね。ちょっと机の上散らかってたりしてますが、まず左側こちらですね。左側こちらがもともとついてたなんかテレビ台なのかな、本当は。まあテレビのアンテナも、アンテナコードがあそこにあるのでテレビも置けるんかなって思うんですけど、今ここはこうパソコン作業場になってますね。はい、で収納もちゃんとついてるので、まあいらないものは収納ボックスにしまってます。今こちらはですね、段ボールいらない段ボールが処分できないので、こう友達が今度来てくれるんですけど、それ待ちのこの段ボールさんたちがここにいます。で右側ですね、右側を向きましょう。右側を向くともう一台の車椅子と、あと掃除機。この掃除機ね、めっちゃいいシャークの掃除機なんですが、まあ今チロッとこれ見せておいて、でここにスマートドライブの充電、まあ、やっぱコンセントあるところでしかこうできないので、ここがスマートドライブの充電場所になってます。はい、じゃあ天井、じゃじゃーん、お月様がいます本当はこのお月様を寝室にやる予定だったんですが、寝室にすでに電気がついてることを見落としてて、なのでこっちに来ました。夜の風景が全然違うので、夜は夜で撮って、チラッと撮っていこうと思います。このお月様すごいお気に入りと、あとこのライトもめちゃくちゃお気に入り。これ幅を狭くしたり広くしたりというのもできます。で蛍光灯は別売りなので、自分で好きな蛍光灯をこう買うんですけど、はい、じゃあ夜のお部屋の間接照明の感じをちょっと映したいと思いますね。まずじゃあお月様からいきますかすごい、お月様こんな感じで、お月様、あ、カメラだとねちょっと色があれだね、うまく映んないね。で、リモコンがあって、ぼやけてるけどリモコンがあって、こう明るさの調整、こう暗くしたり、あ、暗くするとこう月の形が分かるかな、明るくしたりっていうのができるのと、あと色ですね、この白くしたり、こんな風に暖色系のオレンジにしたりっていうのができるようになります。分かるかな、あー出た出た、こんな感じでちゃんと模様ができて、まあ、飲んでる時とかいつでもお月見ができるっていう感じですかね。はい、でこっちが間接照明なんですけど、これもカメラだとなんかうまく映んないけど、こんな感じで、好きな本数でねつけれたりします。なので全体的には本当に明るくないです。基本的にこの暗さかな。でこれが机ですね、机ダイニングテーブルでございますね。私一人なんですが、6人掛けのテーブルを6人掛けのテーブルを買いまして、こちら3人が座れる3人掛けの
ソファーとあと2人座る計、私を含めて6人では飲み会ができる作りとなっております。で、ソファーとか椅子とかありますが、私のポジションはこの誕生日席っていうんですか、王様席ですね。ここになります。私は常にここにいます。はい。なのでソファー、まあ、ソファーはなんか映画見るときに寝たりするけど、この右側の椅子は私は使うことはありません。なのでいつも、こんな感じ、こうプロジェクターを、まあ日中はあんなサイズだけど、こう夜はもうちょっと大きくして、この距離感でいつもこうここでご飯食べたりしてますね。で、ダイニングテーブル、すごく大変だったのが高さ。やっぱこの膝が当たらないこの高さを探すのが結構大変でした。で、膝が当たらないような高さで王様席ってなると、ここにこうなんかこう今度板があったり、下にこうなんか足があったりってなんで、本当になんか全然いいのがなくて、とっても苦労しましたね。実際お店に行って買えなかったんです。まあ行くとしたら、だってやっぱり福岡の方でしか行けないってわけじゃないけど、山形で買って送るのもな、あとまあ山形と福岡にある店舗だったら、まあそこから行けるのかもしれないけどっていうのがあって、なのでネットで自分の下から太ももまでの足の高さを測って、ネットに記載してあるその高さをもうめちゃくちゃ調べて買って、なんで本当に来るまで分かんなかったっていう感じだったんですけど、まあ、無事入ってよかったです。はい、こんな感じですね。ちなみにプロジェクターは、アンカーのアンカーからアンカー、まあ、ネブラ2だっけかなっていうプロジェクターを買いました。めちゃくちゃいい。で、お水結構飲むので、でも買うのも大変なので、ウォーターサーバーを買いました。買いましたじゃない、ウォーターサーバー契約しました。このさ、コスモウォーターっていうのがこのブラウンのデザインで、あと下付き、水がね下付きなんですよ、入れ物がこんな感じで、なので入れやすいかなって思って、こちらに、こちらのメーカーさんにしました。冷蔵庫、大きいのは届かないので2段式の冷蔵庫ですねにしました。そうすると一番上までも手が届くし、一番下も手が届くっていう感じです。はい。で、炊飯器と電子レンジとフライパン、レミパンにしました。はい、キッチン。ちゃんと自炊してますよ。自炊の動画もまた今度撮れたらいいなと思います。次じゃあ、トイレ行こうかな。トイレはもうガチガチ、もうやっぱね、トイレさんって感じになってますね。はい。まあ、何もなかったところから、これですね。この私のおトイレセットが入るような、ここの幅のカゴも探すのがめちゃくちゃ大変だったんですけど、たまたまいい感じのがあって頑張って入れました。まあ、あの別で手すりつけたりなんだりっていうのはしてません。基本的に作りはその元々あったままで、ゴミ箱とかこういう荷物置きを設置しただけです。このロールはですね、本当はこっちに貼ろうと思ったんですけど、全然時間がないのと、あと注文サイズをめちゃくちゃ間違えて、こんな2メートルの長いやつが来たんです。で、しかも置き配になっちゃって、タイミング悪くて、私1階の宅配ボックスの横にこう立てかけておいてくださいって言って、これをね一生懸命一人で持ってきたの。マジですごい自分を褒めたいと思いました。はい、次お風呂ですね。洗濯機、よく車椅子の人たちってドラム洗濯機なんですよね、あの手が届かないっていうので。ただ私は縦型にしました。6キロの縦型の東芝さんの洗濯機だと、手がねちゃんと下まで届くんですよ。これこうやって届く届くで、軽いから最悪届かなかったとしても、こう自分でこう持ち、わかるかな、こう動かせる、持ち上げられて下まで届きます。で、大体のものをネットに入れれば別に取るのが大変じゃなくて、
まあ、洗浄機能とかを考えたら私は縦型がいいなって思って縦型にしました。このね収納がねいっぱい上にあるんだけど全然届かなくて使えないから、とりあえずこんな感じで突っ張り棒と S 字フックを使ってアイロンとドライヤーとカテーテルをこうぶら下げるところを作ってみたり、で、まあ収納はそんなない、もう掃除セットこら辺と、あとこっちはまあ化粧水とかもうぐちゃぐちゃだけど、新しくこう仕切りとかそういうのはね買わないようにしてます。あんまり物を増やしたくないので、基本的にはあるところで、あるものでやります。はい、でお風呂なんですが、山形の家の方では洗濯場、この洗い場のところに降りてマット敷いてやってたんですけど、ちょっとこう作り的に難しいなって思ったので、今回シャワーチェアを新しく買いました。で、サイズ結構大きいの間違って買っちゃったんですよね。ブラウンが良かったのと、あとこのお股のところがねこうちょっとくぼんでるタイプが良くて、ただただあこれだって思って見つけたら結構でかいのが届いちゃってちょっとびっくりしました。まあ、湯船は今やけどしてるっていうことでまだ使ってないですね。でシャワーはシャワーヘッド、前は普通のシャワーヘッドだったんですけど、おスイッチ式に変えました。ここも何もそんな改造してません。なのでシャワーチェアとシャワーヘッド変えたくらいですかね。はい、寝室はあの動画で、もう隙間あるけど動画で出したように、板敷いてちょっとこっちの雰囲気とは違う感じでお部屋を作りました。でベッドはダブルベッド入れました。もうでっかいのに寝たかったでっかいのに寝たくて、ダブルベッドを入れました。まあなので横はこんくらいですね。こんくらいの子しか残ってませんが、で一番初めは国産のポケットコイルのマットレス買ったんですけど、なんかあのグーグースリープさんっていうところからちょっとマットレス使ってみてくださいって言われて、今はグーグースリープさんになりました。搬入時の映像も撮ってるので見てほしいんですけど、いやこれ一人では絶対無理だったな。一人ですごくやろうと思ったけど、結局下を抜くことになりまして、こんな感じですね。こんな感じ、はい結構柔らかくてね、私すごい反り腰でもう腰今すごいやっちゃってるんだけど、その腰も全部こう体に沿って包み込んでくれるので、今めちゃくちゃ快適に寝れてます。はい、で寝室なんですが、もともとついてたライトをつけると、まあ、普通にこんな感じで白くなりますね。でそれが嫌なんです。そしてリモコンがなくてスイッチがここしかないんですよ、壁しか。だからベッドに移ってスイッチ消そうと思うとめっちゃ届かない、まあ、そういうのも嫌だから間接照明ランプ買いました。電気消すとこんな感じ、わーエロいこんな感じでね、私の寝室になっております。はいはい、こんな感じで、新しくインテリア家具を入れたお家紹介していきました。本当に、福祉用具みたいなものはシャワーチェアかな、シャワーチェアくらいしか入れてません。あとはまあお店に、普通のお店に売ってるようなもので自分が使いやすいものをチョイスして、置いてるっていう感じです。なので多分パッと見はこういうこれで生きていけるんですかって思われる方もいると思うんですけど、まあ不自由、まあちょっとね、もともとの作りの高さとか台所がちょっと高いとか洗面台がちょっと高いとか高いとかっていうのはちょっと大変ですけど、でも不自由なく楽しく一人暮らし、一人で生活できるなって思います。あと掃除の部分ですね。まあ、自分の手の届く範囲とかは自分で掃除できるけど、高いところとかちょっと奥まったところの掃除っていうのは、まあ、やっぱりどうしても難しいので、でもそういうところは家事代行サービスみたいなお掃除屋さんとかに、まあ、定期的にお願いしていこうかなというふうに思ってます。
おすすめのチロチロって映しましたが、もうちょっと詳しくおすすめの電化製品とか商品っていうのがあるので、ちょっとそちらはまたやっぱり別の動画で、お話ししていこうかなというふうに思います。なんかね、やっぱこれ退院しましたよ後で自分で撮ってる動画なんですが、すごく喋りがね難しくなっちゃった。なんか全然話が出てこない、言葉が出てこなくて、ちょっとこれからまた改めてね、ちゃんと配信続けてもう一回撮影に慣れていこうというふうに思いますね。ちょっとそれまでは皆さんお手柔らかにお願いいたします。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。 Oh.